はい、どうも、ナオリヌです。11月20日に、アズト市議会議員選挙の投開票が行われました。参政党からは、杉原舞さんが立候補され、見事当選されました。有効投票数14万826人。これですね。アズト市開票区、うん。で、バーッと見て、ってくるんところが、あれあれ、ないよって、上見たら、8番目に杉原舞さん、当選されました。8位です。素晴らしい。3328票。これは、得票率では 2.362%。立候補者数64人で、当選44人中8番目と。目安得票率も、まあ、これは100人立候補していたとすれば 1.51168% ということで、かなり高い得票率になりました。ということで、杉原舞さんということはどんな方っていうことで、見てみたいのですが、これはホームページのプロフィール、参政党のホームページからのプロフィールですが、女子美術大学卒業後、心理カウンセリング業務、摂食障害など依存症を主に、これ弁証法的行動療法っていうんですかね、でマインドフルネス、自己愛心理学をベースにした集団療法で、オウムじゃないよね、大丈夫ね、16年で1700人、延べ1万2000人のカウンセリングを実施、プロボの活動も行っています。カウンセリングで、これ16年でということは、1年に700人、800人ぐらい見てると、1日にすれば2人か3人を毎日カウンセリングしてるっていう計算になりますね。すごいですね。プロポの活動、プロポの活動って何って思ったんですが、これは各分野の専門家が職業を持っている知識やスキルを無償提供して社会貢献するボランティア活動全般という、そうですね、専門的な知識をで、無料で活動するということですね。素晴らしいですね。マインドフルネス。マインドフルネスって何って思いますよね。マインドフルネス。思いました。何？瞑想ではなく心の状態。瞑想ではなく、オウムではないですね、これ。ただ目の前のことに集中する状態です。例えば朝コーヒーを飲むときにただ飲むのではなく、豊かな香りに集中して味わってみるとか、手に触れる水や泡の感覚を感じながら食器を洗うなどなど。おお、もう余裕があるね。時間にも心にも余裕があるっていう、そんな感じのことですね。なるほどね。優しい感じだ。もう優しそうな、いい子だねっていう感じしてます。優しい感じがする。で、これインスタグラムを見ると、松戸市の飲食店やおすすめスポットを発信しています。その子育て中のママさん、困ったことがあれば一緒に解決していきますよと。ポッカポッ、ポッカポッカ会？ポッ、ポッカポッカ会、小金原で開催中です。ポッカポッカ会。はい。DM でお気軽にどうぞ。あ、まあいい子だね、これはね。いい子だ。もう言葉だけでも、もうにじみ出てるよね。で、選挙結果見ると、
これ、ね、8番目なんですが、これね、ここはね、結構政党、自由民主党とか、共産党、立憲民主党とか、これ政党名結構書いてるんですよ。NHK 党もいますね。中村のりこさん。この方はもう NHK 党のなんかもう、ね、ちょっと、あんま言わんとこ、言ったらややこしくなるから。もう NHK 党の中では有名な方ですよ。書いてますけど、なんと、参政党、千葉、杉原舞さん、そして、大橋宏さん、ね、二人当選してるんですが、なんと、日本維新の会も二人、あれどこでと、当選したんはしたけども、あれ杉原舞さんより、下に、日本維新の会、日本維新の会、あれあれって見てみると、日本維新の会、あれ参政党の大橋さんが上回ってます。日本維新の会に勝ちました。日本維新の会残念。まあまあ当選したんで、まあいいですけどね、それはね。なぜこの結果見ても、まあ、当落戦場って言うんですかね、いる方は、まあ、焦るのはわかりますよね。参政党という党が出てきて、焦りますね。確かに。事件ありましたね。ね。九州の方でしたっけ。もう今後もありそうですね。ギリギリの人。だからね、参政党の立候補する方も、身の回り、きれいにしておいてくださいっていうことです。そしてですね、一つ気になったのが、杉原舞さんと多分コラボ動画出してたと思うんですけど、令和のたけちゃん、ダメでした。YouTube よく見てるんですけど、なんか最近出してないな思ってたら、立候補してたんですね。知らなかったです。最近 YouTube 動画あんまり出してないな、みたいな感じしてたんですけど。あら、残念でした。まあ YouTube で頑張ってください。まあいいことを やってると思いますから。よく見てますからね。YouTube の方で頑張られたらいいと思います。残念でしたけども。はい。ということで、そろそろ終わりますか。杉原舞さん、当選おめでとうございます。松戸市民のため、日本国民のために頑張ってください。ではまたね。バイバイ。